キットマン北海道探索チャンネル、今回は平岸なんですけれども、前回は平岸の南側でした。今回は平岸の北側ですね。で、今いるところは平岸街道といって、真駒内からもうすすきのの方までね、まっすぐほぼ一本で行ける大きい通りがあります。で、周りにはね、パチンコ屋、マクドナルド、声優、模型屋とかね、ここもまた暮らしやすくですね。で、家賃も、まあ、4万から5万、4、5、6万ぐらいですよね、平均調べたところ。で、まずね、順番に行くんですけれども、こちらの、マンションですよね。で、9階で、心理的瑕疵、リフォーム済み。リフォームをしたということは何らかの散らかった跡があったとかね、そういう感じだと思います。まあもしね、事故物件を気にしないという感じであれば、綺麗になって逆にいいのではないかと思います。さらに、2016年、飛び降り GP ですね。で、携帯会社の駐車場に落下したと書いてありますね。さらに、5階で、時差ピーです。で、3つ書いてありましたね。で、これだけたくさんあるのでね、その3つは先着順といってはなんですけれども、まあ、安くなってればいいですよね、という、そういう物件でございます。ほんとね、十字になっていて、向こう側、ね、向かって向こう側に行けば中之島一本ですし、こっちのね、逆側に行けばこうマックスバリュー、南北線もありますから、こっちの方は。もう歩いていきます。冬でも暮らすことができます。ちなみに家賃がですね、1K で5万円、1DK で2万3000円から2万9000円です。で、間取りもね、結構様々でした。で、他はね、5万円台の部屋とかですね、広めの部屋もあります。多彩なんですよね。なのでお問い合わせすると、その住みたい広さに合った部屋を用意してくれると思います。続いてはこちらでございます。3階で男性が亡くなっております。この建物自体は1979年に建てられて鉄筋です。かなりね、頑丈だと思います。まだね、木造のアパートとかも見かけるんですよね、この辺。なので、地震とかにもね、強いと思いますよ。いかがでしょうか。でね、横をスッと見るとですね、もう、平岸街道です。なかなか、もうパチンコが好きっていう人はね、この物件めちゃくちゃ近いです。ひょいっと渡ったらいつでもパチンコができてしまうと。で、お金に困ったら、目の前にね、銀行もありますと。ね。で、ちょっと買い物したいなっていう時は、スポーツクラブ、声優もありますからね。いい物件だな。こちらに見える物件は、首吊り GP と書いてありました。まあ、雰囲気的に貸し出してないような感じです。バツバツ荘という、建物。ね、アパートあったんですけれども、時差 P があって新しく建て直されています。まあおそらく知らないで住んでいるか、知っていて、建て直したか、まあ、どちらかはわからないですけれども、この住所も、事故物件と書いてありました。ここもね、暗い感じしますけれども、すぐ環状通りですから。ね、いいです。この携帯会社の左側にマンションがありまして、2階で亡くなった人がいて、1階更地になって新しい建物が建ってます。今は関係ないと思います。そんな感じでいかがだったでしょうか。住みたい物件はありましたか。ご覧のようにね、平岸街道、バスもありますし、南平岸、平岸駅、
交通のアクセスがめちゃくちゃいいです。そしてスーパーマーケットもありますし、パチンコ屋、銀行、カレーライス屋、まあ、他のねマンションもありますし、郵便局もあります。もうないものを探す方が大変なぐらいですよね。で、家賃も3万から5万ぐらいが大体平均です。で、もうちょっといいとこ住もうっていう風になれば、まあ7、8万のところもあります。南北線沿いです。いかがですか。で、治安もね、私のイメージの中ではなかなかいいです。あのようにねパトロールもしてますからね。そしてこの動画はですね、事故物件を気にしないのであれば安く住めるかもしれない、それであれば借りる人も貸す側も助かっていいのではないか、そう思ってこの動画を撮っております。シリーズはね過去にもたくさんありますし、これからも続けるつもりなので、参考になればいいなと思っています。ありがとうございました。